結婚相手を見つけるとき、たくさんの条件を突きつけてしまっていませんか？最速婚活マインド講師、吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は結婚相手をなかなか見つけれない、出会いがないんですっていう方にちょっと考え直していただきたいポイントをお伝えしようと思います。で、実は婚活講師をしだして7年ぐらい経つんですけれども、セッションをしている中でいつも皆さんがおっしゃるのが、なんかいい人がいないんです、出会ってもちょっと違うんですっていうんですよね。で、これなんでだろうってずっと考えてたんですけど、確かに少し前まではいろんな条件を明確にして、あなたが結婚したいなと思う人の条件ちゃんと出しといた方がいいよ、じゃないと迷うよっていうお話を昔はしてました。でもやっぱりね、時代とともにそれは変わってきていまして、なかなかお相手が見つけれないっていう方の難点というか共通するポイントが見つかったんですね。で、それはお相手に対して条件をつけすぎているというところだったんです。で、これはね、条件つけすぎちゃダメなんですかって、だって大事なことでしょっておっしゃるんだけれども、あなたの条件にぴったり収まる方っていないんです。年収、仕事内容、身長、顔立ち、家庭環境、その人の人格、その他もろもろ全部を当てはめてみて、そうじゃないからっていうダメ出しをしていくんですよね。例えばすごくこう見た目は自分の好みだったとします。でも遠方だからとか、もしくはすごくこういい条件だったのにもかかわらず、ちょっと上から目線なのよねとか、なんかこうダメ出しをしていかれている感じで、いいところをあんまり探されていないような気がしています。で、私がね、ここ最近生徒さんにお伝えをしているのは、ちょっと考えすぎじゃないっていうところから、こだわりを捨てるっていうお話をしているんです。で、こだわりがあればあるほど見つからないんですよね。で、このこだわりっていうところでいくと、条件もそうなんだけれども、例えば夫婦別姓問題とか、子供が欲しい欲しくないとか、もしくはお相手のご両親の問題とか、そういうところちょっと難しく考えすぎてしまっているような気がしています。先日もセッションさせていただいた方の実例でね、起こった出来事なんですが、その方は3年ぐらい婚活をされてきていて、まあ、すごく綺麗な方なんです。性格もいい女の子だし、穏やかな優しい子なんですけど、ちょっとこだわりが強すぎてね、年収はいくらじゃないといけないとか、身長はこのくらいじゃないといけないっていう条件がたくさんあって、やっぱり婚活パーティーに行くとこういただくんですよ。アプローチはいただいたりで、あなたがいいですって言ってもらえるにもかかわらず、ちょっと身長低いからダメ、ちょっと年収が違うからダメ、ちょっと仕事内容が危険だからダメみたいな感じでね、ダメ出しばっかりされてて3年間出会ってきてないんですよね。で、その方にお伝えしたのが、こだわりを捨てましょうっていうところだったんです。このこだわりを捨てましょうっていうとね、そんなんこだわり捨ててしまったら誰でもいいってことですかっておっしゃるんだけど、ある意味誰でもいいんじゃないっていうところでもあるんです。この誰でもいいっていうのは、自分の中で、あ、この人いいなって直感で思ったにもかかわらず、いろんな条件に当てはまらないからやっぱりダメ、残念だなみたいな感じにしてしまっているっていうことを捨てたら、人間性だけが見れるんじゃないかなって思ってるんですね。で、人間性だけを見てれば、たくさんいい方っていらっしゃると思うの。世の中優しい男性って山盛り出るし、
女性を大事にしてくださったりとか、家庭を大事にする、もしくはイクメンになる可能性が高いお父さんとかね、そういう方本当にたくさんいらっしゃるのに、条件が合わないからっていうことでダメってしてしまってるのはすごくもったいないなっていうのがあります。で、私も今お付き合いしている方が4年目に入ってきてるんですが、このお付き合い、よく出てくるミニオンなんだけど、ミニオンはね、に関しては特にだけど条件なかったです。もうただパッてお会いした時に、あ、私この人好きだなって思って、あ、この人お付き合いするんだろうな、この人と結婚するんだろうなっていうのがなんとなくもわーっとあったんです。で、じゃあ自分のね、その当初考えていた条件とかに全部そぐわったのかっていうと、かけ離れていました。まあ、そもそも私兵庫県に住んでるんですけど、同じ地区の方が良かったの、家近い方がいいなとか、しょっちゅう会えるよなとかいうのがあったし、なんだろう、食べ物の好みとかはね結構合ってたんだけど、会話もあったしね。ただなんかその条件って考えると、お相手京都だったので、これはちょっと頻繁に会うのは難しいのかもしれないなっていうのもあったんだけど、何より一緒にいて居心地が良かったんです。で、よくね、ミニオンってどんな存在って聞かれるとね、答えてるのが空気って言ってるんです。で、この空気っていうと、若い方にお伝えしたらね、空気ですかみたいな感じで言われるんだけど、ある程度ね、年いってる人に言うとね、あ、わかるわって言ってくれはる。わかるかな。空気なんです。空気って普段一緒にいてる分では特に何もそのキュンキュンするとかね、なんか異性としてドキドキするとか、そんなのはもう本当に一切なくって、ただすごく居心地がいい、呼吸がしやすい空気なんです。でもなくなると、今目の前から消えると、もう限りなく困るっていう、そういう空気で、これに対してはこだわりがなかったから、条件とかそういうのがなかったので、ただ居心地がいいなっていうのだけで選んだんです。条件とかお相手に対するこだわりとか、自分は夫婦別姓がいいんです、でも相手は同じ姓にしないとダメって言うんです、だからダメとかじゃなくって、もう名字なんかどっちでもいいやんとかね本当にこだわりを捨てるっていうのはすごくポイントになってくると私は思っています。で、さっきお伝えしていた3年婚活をされていた女性、優しい女性なんですが、こだわりを捨てて、ただ居心地の良さ、ただその人のそばにいると自分が無理をしないとか、素でいれるっていうところだけを見て、婚活パーティー参加してみてっていうのでお願いしてね、って言いながら参加しはったんです。そしたら条件がどうしても最初のうちはね、ファーストセッションの時とかに条件がすっごい見えてしまって、もらうでしょプロフィールカードみたいな、あれ見て、まずは年収から見て、長男か次男かチェックしてみたいな感じだったんだけど、あ、そうだ、亜美先生言ってたなって思って、もうそういう条件一切見ずにプロフィールカードを閉じて、お相手と会話をして、そしてお相手とのその空間が居心地がいいのかな、安心するのかなっていうのだけを見られたそうなんです。で、そしたらね、うまくいっちゃった。で、この人すごい居心地がいいって思ってマッチングして、で、そして初めてのデートの時に、実は条件とか一切見てなくって、プロフィールを見てないから趣味も何も知らないんですみたいな感じの話をしたんですって。でもお相手はそれをすごく喜んでくださって、やっぱり条件で振り回されるよりは、条件で自分をね診断判断されるっていうよりは、僕の人間性とかを見てくれたっていうのがすごく嬉しいですっていうことで、お付き合いが始まりました。でも結局蓋を開けてみたらね、別に普通の会社員さんだし、定期的に収入はあるわけで、
めちゃめちゃお給料がいいというわけじゃなかったそうです。でも彼女はそれだったら一緒に仕事したらいいよねとか、こうお家もねちょっと遠かったらしい。だけどそれだったらこうお互いこう真ん中に寄ってこれる中間地点とかでね、頻繁にデートしたらいいよねって思えるようになったそうです。今日はね、結婚相手がなかなか見つからないという方にこだわりを捨ててみてくださいっていうお話をしてきました。伝わりましたでしょうか。こだわりがたくさんあればあるほど、ルールがたくさんあればあるほど、そのルールにがんじがらめになってしまって、お相手の本質っていうのが見えなくなってしまうと思っています。ぜひ次の婚活パーティー参加することがあれば、お相手のプロフィールカード閉じて、その人と一緒にいて居心地がいいのか、安心するのか、自分が思ったより喋れたとか、そういうね、お相手との感覚だけを信じて、あなたの直感で考えてみてもいいんじゃないかなと思っています。吉原亜美のミューズチャンネルでは、再生リストの方にカテゴリーを分けて投稿していております。チャンネル登録から再生リストを見ていただいて、あなたの毎日に役立つことがあればぜひ取り入れてみてください。では次の動画でお会いしましょう。